とまるあきこの朗読音語、おやすみとまルーム。無老再生、猫の歌。猫は時計の代わりになりますか？それなのにどこの家にも猫がいて、ブラブラ足を汚して遊んでいる。猫の性質は人間の性質を見ることがうまくて、優しい人について回る。厳しい人にはつかない。いつも眠っていながら半分目を開いて人を見ている。どこの家にも一匹いるが、猫は時計の代わりになりますか？